ピーカミチャ、来年20勝目指します。三浦、言うのはタダですから。都内某所で行われたクリスマストークショーで、カミチャ谷派、来年、何勝したいか?の問いに、20勝を目指します、と、宣言。これには三浦監督も、言うのはタダですから、と苦笑い。その後、今年は期待を大きく裏切りましたけど、来年は期待します、と話した。マジで言ってて草。本気なんですけど。三浦畜生路線好き。勝ち運さえあれば防御率5点台で20勝も可能だし。三浦っていつも上茶谷にきついよな。愛のある畜生発言だから。番長のインスタ好き。